ます。リュウサです。今日もね、プチリ長のところでね、なぜかお世話になっている日だまりですね。温まっているんですけど、朝食だって言ってね、お酒をね、渡されました。こちらですね。はい。いや、大丈夫です。いや、うん。What's your name です。あ、赤田。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 赤田です。はい、あのスティッキーライスのお酒ですね。じゃあ温まるために飲んでいこうと思います。いただきます。いや、美味しいですね。やっぱり甘い、とっても甘いですね、うん、めちゃくちゃうまいんだけど。朝食ってやったんですよね。朝の朝食に飲んどけって、はい、うまい。ベリーグッド、ベリースイート、うん、ありがとう、うん、皆さんこんにちは、リサです。お祭り開催するっていう方向で進んでたんですけど、やっぱ雨の影響もあって中止の方向ですね。明日以降どうなるか全く見えない状況です。どうなるんでしょうね。はい、とっても楽しみにしていたんで悲しいですが、こればっかりはもうね、仕方ないですね、うん、どうなるんでしょう。そしてお酒もまたいただいたんですけど、めちゃくちゃ大量ですね、はい、こちらのつまみはちょっと唐辛子が効いてるけど、すごいサクサクして食べやすいつまみといった感じですね。めちゃくちゃサクサクしてますね。何が入ってんだろう、わかんないですよ。シランって言ってましたね。シラン、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 うん、つまみも最強のつまみですね。じゃあいただいていきます。すごい、またお酒いただいちゃった。ありがとう。すごい。お、no no no no、ウィキャンシア、ありがとう、バト、うん。ありがとうございます。落花生だ。すごい。酒作ってますね。こうやって作られてんだ。ね、もしもし、お酒をね作ってます。はい、こんにちは、リュウサです。もうね、朝からずっと飲んだくらいですね。お祭りが終わって、はい、もう半端なく酔っ払っておりますが、もうプチリ長の人たちに優しさに感動しております。はい、ずっとみんなで飲んでくれてますね、はい、これでご飯とかね、いろいろ作るそうですね。すごい面白いですね、うん、おかずとかね、ご飯を作るそうです。はい、リサです。なんだかね、よくわからない流れになってて、何が行われるか僕も分かってないんですけど、物理長野方についていってますね。今密着しております。何がどうなってるか全然分かってないんだけど、ついていっています。どっかに向かってますね。どこ行くんだろうね。どっかに向かってますね。とりあえずついていく、ついてきてって言われて、今ついていってるんですけどね、今どこに向かってるか僕も分かってないです。こんな感じでついていっております。なんかついたっぽいですね。ここはどこなんだろうね。なんかね、酒を買い付けっぽいですね。酒の買い付けに来たっぽいです。あの米で作った酒ですね。晩ご飯にね、招待されましたね。どこでどう食べるのか全然分かってないんだけど、ついていきますね。お皿をね、いただきますね。なんかそれで取りに行くそうですね、ご飯。すごい、取っていいのかな。ビュッフェ会場みたいになってますね。
面白いね。あ、まず洗うんだ。多分無料で食べれるご飯ですね。すごい。豚とダルとサラダですね。いただきます。なかなか取れにくい環境なんですけど、ここは多分イベントスタッフ用のご飯会場っぽいですね。普通に紛れ込んで普通に食べちゃいました。美味しかった。ごちそうさまです。はい、リュウサイです。今やっと帰宅しました。とにかくすごい酒飲まされましたね。強い回だ。もう朝からね、夜までずっと飲んでおりました。本当に今後どうなるかちょっとわかんないんですけど、もしかしたらプチウィの村に行くことになるかもしれません。そしたらね、また動画撮って記録をしていけたらなと思います。皆さんお楽しみです。もうちょっと酔っ払いすぎたんで寝ます。おやすみなさいです。